待って、もうすぐやるみたい。さて、それでは最初のニュースは、見て、お父さんよ。綺麗ね、お父さん。
したんですか？ぼーっと…あ、そうでしたね。あ、ちょっと待っててくださいね。すみません、お待たせして。どうしたんですか？一人で。先輩っていつも何か黙って考え事。そうですか？あの市の小説の賞です。未来ちゃんが市役所に行った時、すごいですね。さすが。あ、来た。よう、作家先生の。臭い。どうしておし…いや、同級生から激…相変わらず透かしてるね。何言ってるんだよ、すごいじゃねえか。
先輩は昔から本をたくさん読んでましたからね。そうか、俺はまともに一冊読み切ったことさえない。そうは見えないけど、対馬って本当だったらここにいるのがおかしいくらい優秀な人間なんだからね。そうかな。まあとにかく教えてくれなかったから拗ねてるんだよ。そんなんじゃないけど。へえ、じゃあそれでチラシ。対馬はプライド。まあ副賞がそんなに嫌なら一番を取れなかった。え、治ったの？預かり物って何です？チビがゲームを壊しちゃって電源が入らなく。まあ、ありがとう。やっぱ対馬って。ありがとう、助かる。リュウさんも何か頼んでたんです。人気のコンサートのチケットなんだけどね。もう、なんで二人ともそんなことを先輩に押し付ける。いや、俺ネットで。アナ恐ろしや、生産未来ちゃん。でも、そうだよ。人生には回り道が必要だから、余計。ごめんね。でも。刑もいろいろあったが、まあいい経験とし。
ございます。学校生活も折り返しちゃったな。対馬も言うね。まだ辞めそうだってことかな。特にないけど、漠然とどこかに就職するんだろうなって思ってたんだよね。学校出たらお給料上げてくれるって言うし、そんな、私、いろんなことな。あなたこそどうするつもりなの？そうよ、選べることの多さだったら私らなんか。お医者さんになるの？それともおしょ？希望よ希望、どうしたい？やっぱり小説家先生？はは、あんたも道を踏み外したせい。きっと先輩ならどんな道を選ぶ？いいんじゃないの？自由に生きるのも。いっそ就職も進学もしないで好き勝手に生きてみたら？未来ちゃんは、この世には恐ろしいもの。先輩！まあ、人にはそれぞれふさわしい場所があるからね。かっこいいじゃないか。学校のことなんか気にするな。些細なもん。
そうか。どう？学校が終わったんならさっさと帰れよ。ごめん、待った。あなたは。じゃあな。金田じゃん、絡まれてたの。大丈夫ですか？何か言われ。これ、なんだろう。ピックだね。ピック？ギターとかベースを弾くときに使うやつだよ。金田が音。ケイ、電話よ。違うみたい。八木原さんって方から知ってる。ケイも知らないのならお母さんが。もしもし、対馬ケイ君。俺は八木原、この名前。そうかそうか、まあ仕方。俺は普段は音楽関係の仕事をしていてね、事務所が市内にあるからってことで市の文化。それでちょっと個人的に君に、今度のゴールデンウィークにうちのバンドがちょっと遠征してライブを行う。大丈夫、そんなのはこっちも承知で頼んでるんだ。いやむしろそれがいいんだよ。ギャランティーはプロの相場と同じだけ渡す。もちろん旅費などの経費はこちらで負担する。受け取った文書は君に同行してもらうつもりのバンドもね、なかなか面白い連中なんだ。才能もある。
はじめまして。俺がスターレコ。こんな時間にすまないね。せっかくここに来てもらったんだけれど、今日は週末ってことで近くで知り合いのライブイベントがあってね。そう、ライブに出演した連中が参加するんだ。何も心配する必要はないよ。サンデーガールっていうバンド知って、何年か前には紅白にも出たし、好きだったかい？そうか、世間はそう思ったりするんだよな。テレビに出てたやつが出なくなる、自分たちでレーベルを立ち上げたんだよって言っても、わ、ま、そうだろうな。いやいや、インディーズに所属していたって、音楽で飯が食えていればプロだよ。レコード協会に入っている大きなところがメジャーで、彼らもインディーズだよ。そして我がスターレコードも世間でいうインディーズレーベルだ。おいおい、タコ系にするなって。まあ仕方ないさ。とにかくね、音楽業界ってのはテレビによく出て、まあそう堅苦しくならないでもいいさ。彼らは俺の友人でね、着いたら君もリーダオス、お疲れ様。ヤギさん、こっちこっち。よう、対馬君。彼がサンデーガールのリーダーであるリョウだ。彼は対馬くん。この間話…どうも。随分美形だな。記事なんか書かせるより。何言ってるんだ、純粋に文章。もちろん。こういうか、よく見ていきなよ。おい、そこをちょっと詰めて。
君が頼んだ。びっくりしたかい？あの人はね、いつもこうなんだ。つまらないかい？いいんだよ、俺もこういう。いや、想像していたんだ。ブラジルで生まれた鳥の一生だ。暗い工場で卵として生まれ、ほら、君が食べていた鳥だ。しずく、大丈夫？着替えを持っていった。でも T シャツとパンツ1枚ずつしかないじゃない。
そう？そんな機械ばっかり入れて。面白そうね。よかったら K の書いた文章。ああ、そういえばこう。おはよう。時間ぴったり。そうだね。彼自転車で来たんだけれど、君の。ああ、いいっすよ。彼が君が同行するバンド課長。どうもよろしく。思った。ちょっとみんな手を止めて集まってくれ。彼はドラム担当の木戸。彼女はベース担当のめぐる。どうも。彼はキーボード担当のまさと。いや。一人足りないな。あいつ運転席で。まったくしょうがねえな。そう大きな声を出さないでください。
君は。どうだ、驚いたろう。この あの日急に思いついたことだった。こちらがリーダーの花井コレキオで、こっち。どうも、花井です。今日は昼から機材の搬入やらリハーサルやらがあるから。そうだね。慣れたとはいえ、それなりにね。だって近くで何回もやったって。そうでしょ。我々みたいな売れないバンドはね、とにかくどこに。君も大変だね、ヤギさんからこんな仕事。確かにそうだな。あ、いや、話しててふと思い出したんだけどさ、今の君の撮った監督自身の実体験を元にした映画なんだ。そうがっかりすることはない。そうだとも、賞を取ったんだって。まあ何でも聞きなよ、天才賞。知らないって。そうか、まあそう。そうしたらなかなか評判がよくってね。運が良かったんだよ。でも順調だったのはそこまでだ。何度か対バンしたことがあるくらいで、そこまで親しいわけじゃなかった。どこにも所属しないでフラフラしてるときに、ヤギさんの。いや、あんな売れた人たちとは違うよ。そりゃメジャーからインディーズに、他のことができればそのことをやった方がもっと楽に暮らせるんだろうけどね。俺なんかはもうこれしかないからな。だって社会に出てからずっと。いや、そんなものはない。才能ってのは手軽だけど残酷な言葉さ。まあでもここまでやってこれただけでも立派なもんだと思う。え、どうして。ああ、なるほどね。半分合ってるよ。ない。それは気がつかなかったな。ああ、才能とか簡単には言え。あいつとはガキの頃からの知り合いだからって身びいきで言って。結局、花鳥風月ってのは。
そんなこと言ってたの。そうか、嫌な。プロって言ってもね、ステージ好きな子、それは幸福だと思う。俺もね、年を取ったけど、よく映画とかフィクションでは、今なんかただ、そうか、そうじゃない何かが、ねえ対馬くん。私は、ああスネア、すまん。お、よし、それは CD とか。じゃあ、ありがとう。すぐ。逆リハは逆、ほら、全然、へえ、あ、じゃあ、ドラムさん、もう少し、あ、オープンまで、俺は、あなた。そうなん、よく取材。え、私、うちはそうどう、お、ある意味私よく好き。最初、そうだ、ライブ、うん、そう、うちらはガム、せっか、そう、じゃあ、はじめ、どうした、そうだ、行きます。始めてぐちゃぐちゃだってめちゃくちゃになって理解したから君、騙す、こんな、なるほど。ということなんですよ。まあ、千さんでも、小説とか文章、そう、しょう、のせん、あれ、え、そ、そうか、そ、そ、あさってライブ、え、絶対
どうも課長、今回のイベント大輔、そうな、俺も。この街に、でも派手ない。いた。ち。あ。あ。なんでお前ら。なんで。ロッ。ほらな。へえ、そういう文化があるんですね。